はい、この組み合わせはあれですね、バイソンの方が不利なんでね、なら問題ないでしょう。自虐ですね、自虐。さあ、どっかに吉尾がいたそうなんですが、吉尾は本日体調が悪いので、何も今回あんまり参加しねえよと言ってましたんでね。はい、さあソニックブーム、いかにね相手の意識解明をね逃すかっていうのはガリさんのモットーになりますんで、はい、ソニック、ああサマソを決められて、ああ大パン大パン、さあゼロフレーム要素をしっかり決めにくる、あれバイソン不利ですよね、バイソン不利ですね、はい、バイソン不利ですね、次の組は、ああまだ早いですね、投げて、はい、大きな目は、パンパからやめる。いいですね。うん。なんでもない。さあ、まあ、ね、そんな感じで、はい、大パン。さあ、おしゃれコンボ決められて、さあ、大きな目ソニックブーム。さあ、セミ回して、大パン。ソニックブーム、ソニックブーム。さあ、大パンでしっかり落とし、ソニックも大やし。はい、見てから、ウルコン余裕でしたと。ブーム、さあ、わめきたかっただけですね。はい、本日の提供はバイソンでお送りいたしました。あ、投げが失敗して、さあ、おしゃれコンボ4ヒット目いかない。はい、ベルベルが死んで終わりですね。はい、顔文字が変わって、次ましては、代々木、代々木新慶応表彰者、チュンリーと、渡辺風神ですね。渡辺風神、はい。はい、渡辺風神、はい。はい、出番ですよ。はい、代々木新現象表彰者は、ワンピー側ですね。はい、代々木新、あ、お前が。さあ、ひどい大会になってきました。だから、板澤先生がなんかクソゲーをやってますけど、さあ、全く楽しいのかどうかわからない。